はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンディセットで、今回はとうとう来てしまいました。はい、とうとう来てしまいましたよ。喋る会です。はい、喋る会ですね。ということで今回は喋るを使ってなんかやっていこうと思います。このね、喋るってね、実装された時からね、なんかまあやってみようとは思ったんですよ、何回も。ただね、動画化するにあたってね、なんかうまくいかないどうしてもね、このシャベルってね、うまくなんかこう、なんかこう上手に使えないというか、うまい使い方がちょっと見つからなかったということもあってね、ちょっとこれまでは動画化できなかったんですけれどもね、次にやってくるアップデートの方で、まあこのスコップ自身もですね、シャベルか、シャベル自身もね、あの銀付け交換になっちゃうんで、まあまあまあ今のうちに銅チケットの方で交換しておいて、まあ今のうちになんかこうシャベル会、スコップ会、まあどっちでもいいや、をやっていこうかなと思った次第なんです。はい、で今回なんですけども、今回はですね、いわゆる戦車号というものを作って、まあちょっと試してみようと思います。戦車号ですね。で今回ね、イギリスを選んだんですけれども、イギリスを選んだ理由の一つとして、ダイムラーですね、あのちっちゃい戦車ダイムラーが使えるということで、イタリアではなくイギリスの方を選んでみました。まあこんな感じですよ、こんな感じ。ダイムラー入るかな、もうちょっと広くしておきましょうか。ダイムラーはね、小型なんで戦車号を作るのもそんなね難しくないかなということなんですけれども、もうちょっとね、後ろの方を緩くしておかないと、いざという時に脱出できないんで、もうちょっとなだらかにさせておきましょう。こんなもんでいいような気もするんですけどね。まあ、これぐらいだったらダイムラー入れるでしょう。ダイムラーね。で、もう一個作っておきましょう。向こうから来てるんで、この辺り、第二の戦車号を作ってしまいましょう。まあね、戦車号ですけれども、戦車号っていうとね、まあこの中に戦車を入れまして、で車体を隠してしまうわけですよ。で砲塔だけ地面の上に出てるみたいな、そういう状況ですね。でまあいわゆる被弾面積ですか、相手の戦車のね被弾面積を減らしたり、あとはあの爆弾とか、あとは支援砲撃の、まあ爆風とか爆発、あとは飛んでくるね破片なんかの受ける面積も狭くしてしまおうというのが戦車号ですね。とはいうもののですよ、とはいうものの、このゲームでね、戦車号ってそこまでなんか生きるかなって言われたら、あんまりちょっと活躍する未来が見えないというかねえ、ちょっとだいぶね、なんか、あー来てる、すげえ来てる、銃声めっちゃ近いなーなんて思ったら結構来てますね。ちょっとこれは穴掘ってる場合じゃないような気もするんですけれども、まあこんな感じでね、ちょっと忙しい、やっぱり、あっダメか、やっぱりね、銃撃ってた方がまだいいまであるやっぱりね、穴掘るって結構時間かかるんですよね。はい、というわけで、ダイムラーの方で出撃します。そうですね、最初の戦車号に関してはまあいい感じでできたような気もするんですけど、2つ目の戦車号が結構中途半端な位置で終わってしまったような気がするんですが、とダイムラーなんでね、ちょっと対戦車ライフルとかああいうところから撃たれたら本当にまずいので、ちょっと慎重に行かないといけないっていうかね。さて、あと第2、あ、これかこれか、これ何、こんな雑だったっけ一応入ってみたんですけど、なんかかなり雑、あー何、どっから脱出脱出、なんかすげえ雑、どっから撃たれてる。対戦車ライフルというわけではないのかな、対戦車、
何あ、え、あんな、え、ちょっとちょこんなとこにいんの、なんで誰も攻撃しないんだ。こんなとこにいたのか全然気がつかなかった。まずいってまずいってダイムラーの最大の天敵じゃないですかこいつ。ちょっと勘弁してくださいよ。ちょっとダイムラーの最大の天敵なんですよね AB って。よし、いいいい、若干押してる。あー、くさ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 、なんかちょっと待ってくださいよ、ちょっとちょっと待ってくださいよ皆さん。よしよしよし、いいですね。これは完全に主導権を取ったのでは。はい、OK、 よし、なんとかなった。あぶなまあなんとかなりましたけれども、うん、じゃあ、さっきのところに向かってしまいましょう。これですね、これなんですけれども、ちょっとねなんか雑だなね、こんな感じ、なんか雑、ここまで雑に作った覚えないんですけどね。まあいいや、とりあえず入ってみましょう。はい、よいしょ。あー、こんな感じです。何言っちゃった、危ねえ。これね、こんこれ戦車号の意味そんなないような気がする、さすがに。なんかこれ意味あるかな、ここに隠れておいてなんかいいことありますかみたいな、ねえこれ戦車号そんな意味ないような気がするんですよね。あ、しまった、これ鉄鋼弾じゃない、榴弾撃ってました。よし、鉄鋼弾ですね。よしね、これほんとあんまりかん、あーダメか、あんまり戦車号で対戦車戦ってそんな意味ないような気がするはい、もう一試合くらいやっていきます。この辺でいいと思いますね。で、さっきのね戦車号は、まあ、最初の戦車号はともかくとして、2つ目の戦車号のクオリティがあんまり良くなかったっていうのと、あと結構深く掘りすぎたような気もする。うん、なんで結構ねもうちょっと浅めに作った方がいいかなっていうのもあるんですよね。ただまあ浅く作ったら浅く作ったで、そこまで戦車号としてはあんまり意味なさないような気もするし、まあそのあたりはちょっと悩みどころではあるんですけど、まあとりあえず作ってみましょう。若干浅めに作ります。まあ、浅く広くかな、浅く広く作った方がよかろうんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりもうちょっとね掘る速度って速くしていいと思うんですよね。で、めっちゃぶん、あー来てたの、ダメか。さてさて、確かこの辺に作った、あ、これですね。狭っ狭っ、あれ結構広く作ったような気もするんですけどね。ちょっとスタックする。あ、ちょっとやばい。なんかめっちゃ来てる気がする。空からめっちゃ来てる気がする。ちょっと緊急退避、緊急退避、めっちゃ来てる気がする。ちょっと待って、ちょっと待って。ここは線、あー。ダメか、ダメか。とりあえずはね、ここに目隠しを作りまして、作業をしやすくしましょうと。いうことなんですけどね。さっきのね穴結構狭かった、結構時間かけてね作ったんですけど狭かったですね。じゃあちょっともうちょい広めか、ダイムラー入れるだけであんなに狭く感じちゃうんですからね、ちょっとまずいですね。もうちょっとこう縁取りを考えてからやりますか。とりあえず身を隠せる穴掘りまして、でこっから広げていきましょう。思った以上にちょっと広く掘らないとダメっぽいですね。もうちょい広くね。となるとね、ダイムラー入れるだけでねあんなに、まあね、今更なんですけど、今更なんですけど、戦車号って多分答えは正解じゃないまあね、戦車号を作る意味っていうのがこのゲームによってそこまでないですからね、運用面としても。だいぶ綺麗に掘れたんで、まあこれぐらいにしておきますか。
さてさて、どんな感じかな。こんな、あ、これは入りやすいですね。うん、ダイムラー1個入る分には問題ない。これこそまさに戦車号ですよ。まあこの視点の低さはしょうがないとしてもね、うん、これこそまさに戦車号って感じですよ。これはいい具合なのでは。まあ視点が低いのはしょうがないっちゃしょうがないんですけども、あ、かなり低いですね。これは視点相当低いですね。これは低いな。もうちょっと前に作ってもダメかねえ。この視点の低さか、これちょっとね、ここにいる意味そんなないような気がする。自分で作っておいて何なんですけどね、ここにいる意味そんなない。時間かけて作っておいてね。よいしょー、はい、出られた。時間かけて作っておいて何なんですけれども、よしよし。ねえ、戦車号ねえ、やっぱり作る意味ってそんなないかな。ねえ、そんなないっていうか、本当に作るだけちょっと無駄な感じがある。あそこまでね、何分かかりました？ 3 分ぐらいかかりましたか？おっと、3分ぐらいかけてね、戦車号を掘って、よし、無意味でしたなんて言われたら、それこそね、本当に無駄な気がしてきた。やっぱりこうやって移動しないと意味ないかな、意味ないような気がする。まあ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 、本当にね、戦車ですよ。ね、何のためのタイヤなんだとか、何のための履帯なんだとか、ね、そういうことなのかもしれませんね。待ち伏せのための戦車号はそこまで、そこまでっていう感じなのかな。ああ、対戦車ライフ、やばい、対戦車ライフ持ちけ。ちょ、あれかあれか、よし、なんとかあった。ちょっとね、まずい。まあ今回のね、戦車号を作るっていう試みなんですけども、まあ失敗ですよ。失敗です。これはもう完全に認めます。失敗です。戦車スコップのね、なんか使えないかなと思って戦車号を作ろうっていう回なんですけども、まあ失敗と言ってもいいでしょう。このゲームにおいてね、戦車号を作る意味っていうのがやっぱりそんなないかなっていうのがありますよ。はい、勝ちましたね。うん、まあそんな感じで、なんとかね、スコップもしくはシャベルをね、なんか活かして、なんかうまいことやろうと思ったんですけど、まあ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 、本当に完全に失敗ですね。戦車号は作ってもしょうがない。しょうがない、戦車号は作ってもしょうがないという結論だけが得られましたか。うん、まあこんな感じの成績でした。まあとにかくね、スコップだかシャベルだかで穴を掘るっていうのはちょっとな、大きな穴を掘るっていうのはね、なんか割に合わない感がありますね。うん、穴を掘る時間がすごく時間がかかってしまうというところもあるのでね、戦車号みたいな大きな穴を掘るというのはやっぱり時間の無駄感がすごいかなっていうのがありますね。なのでやっぱり歩兵ですね、歩兵用のタコ壺とかね、簡単な塹壕みたいなものを掘った方が、まあ、強いのかなって思いますね。そういった塹壕から頭を出して撃ったりした方がね、まだ使い勝手がいいのかなとは思いますね。うん、ただそれでもね、あの AI 分担員がね、塹壕入ってくれないんですよね。なんかね、事前の発表だとね、スコップだかシャベルだかが実装される前はね、そういった塹壕にはあの AI 分担員は積極的に入るようになるなんていうの説明があったんですけれども、それちょっとまだ実装されてないようなので、うん、やっぱり塹壕に進んで入るってことはしてくれないので、ねえ、プレイヤーだけがね、なんかただっ広いところで塹壕に立てこもっても他の AI 分隊がただっ広いところで棒立ちとかになっちゃうので、そこまでやっぱり恩恵はないですね。スコップで
塹壕を掘るっていうのはね、本当に難しい、難しいですね。ただまあね、これで諦めたくはないですね。諦めたくはないな。こういうものをね、なんかうまく使って、なんか活躍してみたいんですよね。こういうスコップだかシャベルだかでね。なのでね、何かまた新しいいい感じのアイデアを思いついたら、もう一回スコップだかシャベルだか回をやってみたいと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。